こんにちは。今日は150から160センチのお子様に履いていただけるハーフパンツの作り方をご紹介していきます。丈は膝が少し隠れるぐらいになっています。お好きな長さで調節してください。こちらが150センチの男の子に履いてもらった画像になります。膝がちょうど真ん中ぐらいで隠れていますが、動きが出ると膝上にも見えます。身幅はゆったりとした作りになっているので、160センチのお子様に作る場合は股下の長さを 2,3 センチ長くしていただければいいと思います。前側両サイドにポケットがついています。男の子にも女の子にも履いていただけるデザインになっているので、よかったら作ってみてください。こちらが製図になります。前身ごろ2枚、後ろ身ごろ2枚、ポケット2枚を作ってください。ウエスト布はパンツ身ごろを4枚縫い合わせた時点で実寸を測ってからカットしてください。高さは7センチです。今回は2センチゴムを使用していますので7センチにしていますが、ゴムを、入れたいゴムの幅によってウエスト布の幅は変えてください。ポケットを取り付けていきます。前身ごろのパーツを表に置いて、ポケットのパーツを中表になるように合わせていきます。角を合わせてください。横6センチ、縦17センチで点を取り、その点をつなげて線を引いて、こちらの引いた線を直線縫いで縫ってください。ポケットの入れ口になります。縫いましたら1センチの縫い代を残してカットします。次に外表に合わせて縫った線を折ってください。折りましたら端ミシンを2度かけていきます。端から 1,2 ミリのところと端から8ミリ程度のところを2本縫ってください。次にポケット部分を中表にして角を合わせてください。ポケットのカーブを作っていきます。こちらの角を縦8センチ、横8センチでカーブを取って線を引いてください。8センチ、8センチでカーブを取ります。そのカーブに沿ってカットしてください。カットしましたら、端から1センチ程度を縫ってください。布端はジグザグミシンで処理してください。次に身ごろと重なっている部分を 0.5 ミリほどで縫ってください。ポケットがずれるのを防ぐために縫っています。サイドの方の身ごろと重なっている部分も5ミリで縫ってください。両サイドのポケットが付け終わったら、後ろ身ごろを付けていきます。サイドの部分と股下部分を縫っていきます。
今回は動きの激しい男の子用に作ったので、補強のためにすべて折り伏せ縫いで縫いました。同じように折り伏せ縫いで始末したい方は、後ろ身ごろの縫い代を半分にカットして、前身ごろの縫い代で後ろ身ごろの縫い代を包むような形で縫っていただくといいと思います。一つを表に返してもう一つの中に入れていきます。入れましたら中心を合わせて、中心を合わせてぐるっと一周縫ってください。股の部分も折り伏せ縫いをしていきます。ジグザグミシンでも構いません。折り伏せ縫いする場合は、左の身ごろになる部分の縫い代を5ミリにカットしてください。右側の縫い代をかぶせるように折って、このような形で縫っていきます。折り伏せ縫いの詳しい説明はチュニックワンピースでしていますので、分かりづらい方はそちらをご覧ください。端ミシンをかけていきます。裾は1センチ折って2センチ折って端ミシンをかけてください。ベルト布を縫っていきます。1センチ縫って 2.5 センチ開けて 3.5 センチ縫ってください。ゴムの通し口は補強で四角く縫っておいてください。縫いやすいようにベルト布の両サイドを1センチずつ折ってアイロンで形をつけておいてください。ゴムの通し口は前後お好きな方でつけてください。ゴムの通し口が下になるように生地を中表に合わせていきます。中心をしっかり合わせたら縫い代1センチで縫っていきます。次にベルト布を半分に折って端ミシンをかけていきます。この時に裏側の布を 1,2 ミリ表より出して縫うと縫いやすいと思います。縫えましたらゴムを通して完成です。好みで後ろポケットにしてもいいと思います。よかったら試しに作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。